外気温が35度を軽く超える夏の晴れた日に、たまたま、義実家近所のいとこ、旦那姉の子のうちに遊びに行った息子を見つけ、いとこちゃんたち出かけたからうちの手伝いしろと言って、庭の物置、元ガレージでコンクリー作りの中におびき寄せ、ドア閉めて外から鍵かけやがった。しかも、息子のスマホは、ばあちゃんが持っててやると取り上げたらしい。ま 息子は背中のカバンに iPad モルーターも持ってまして SNS で私に連絡これこれでばあちゃんに閉じ込められたんだけどそこでちょっと我慢できると聞くと平気と言うのでとりあえず最寄りの警察署にダッシュ SNS で息子に作文させて閉じ込められた助けてと言ってもばあちゃんが無視する干からびて死にそう 暑さで頭がガンガンすると作文を見せたら、警察が慌てて、議実家方面の警察に連絡、パトカーが数台駆けつける大騒ぎになったそうです。ご近所のおば様が、息子に物置で片付けろというと目を見てたり、鍵は外部からの軟禁状だったということで、かなり悪質と判断されたのと、その後、余罪がゴロゴロ出てきたので、警察は、 すんなり被害届を受けてくれました。ドキュンなのは、物置のドアが内開きだったので、最初の息子の連絡で、閉じ込められたの後に、工具あるし、蝶津が内側から外して、ドア壊してもいい。という、連絡が来ていた、息子中学生で身長170兆の2、チャンス。と思って、息子に待たせて警察に行ったことかな。あと、 コンクリの物置は、中、結構涼しいです。虫焼き無理です。だらだら長くてごめんなさい。被害届を出した経緯は、息子閉じ込められた倉庫を、警察さんが一応調べるねえと、いろいろひっくり返したところ、私宛ての宅配便の箱が、ゴロゴロ出てきて、受け取らず返品してました。その中身が、お茶のペットボトルにタバコの葉を入れたものや、 医療品に小麦粉をまぶしたものや、吹きの塔を送ります、と書いたメモが入った走りどころや、虫の入ったスズメバチの巣。だったんで、おまわりさんに追求されて、嫁と孫をコロコロしちゃって、息子を取り戻すんだ、と自爆したようです。突き返してたせいで、私に実がいないし、たとえ受け取ったとしても、開封済みのお茶を飲むわけはないし、 アレルギーは小麦粉じゃなくて花粉、あれだし。走りどころは枯れて腐ってたし、スズメバチは死んでたし。見事に開封しても、実がいないものでばかりで笑ってしまったけど。旦那がぶち切れて、遅いよ、二度と会わなくていいと言ったんで。その後はよくわかりません。義マかも、このままだと、子や旦那の命が危ないと。 引っ越す予定なので気持ちよく縁切れちゃいそうです。